Lana, it's a, damn, it's true. There's life in me yet. Jack, you're so cocky. Oh, excuse me, miss. I am the most promising young prosecutor in the country. You know it's true. はい。というわけで、90日目、これからプレイをしていきたいと思います。ちょっと実はですね、前回刑事事件をやった後、油断をして次の日に送ったらですね、その後にエピソードが入ってしまって、慌ててそこだけ収録をかけたんですけども、内容だけお話しておくとですね、まあ、特段変な内容は入ってなくて、若手検事、ラーナと、まあ、ちょっとした電話をして会話をしていただけで、物語に影響がありそうな内容はなかったです。どういう内容かというと、まあ、ラーナ、若手女性検事と、まあ、この主人公の老いぼれ警察署長の話で、まあ、お互い今の距離感でいようよみたいなそういう話であって、特にストーリー上重要なものはなかったんじゃないかなとは思います。では90日目プレイの方を始めていきます。フリーバーグ中学校全米物理オリンピックに進出、市内の噴水清掃を実施、アクションスリラー映画ブランディシャツ3記録的大ヒット、最近はもう映画はこの前関ヶ原を見たぐらいで、それ以外はほとんどがですね、もう飛行機の中で見ちゃう感じですね。ただアウトレイジ最終章はちょっと見に行きたいなと思ってるんですが、ちょっと奥さんがね、アクションバイオレンスがあんまり好きじゃないみたいで、ちょっと嫌だなって言ってたんですね。タレコミ屋が死んでる、ウッダードが殺されたな、何者かに。で、警察学校ですね、スキルアップした、いいね。もっとその前に薬物の使用が起きてますね。密告者から市内にある最大規模の麻薬施設の住所を入手、情報によると30人ほどの麻薬中毒者がおり、その多くは武装しているという。この1日で3人も銃殺され、遺体はそのまま置き去りにされているらしいと。じゃあここは、パワーズにミルサップ、さらにスワットチームに護送車も出しましょう。いや、撃った後が死んだか、かつ3人で行ってねって言わなきゃダメ。で、警察学校ですね。あー、アレックス・ポーターは全ての試験に落ちたか。で、ウィーバーは能力アップ。ラケットも面目を失ったか。で、マフィアからは一軸を売った金5ドルですね。で、視聴者からは全部アップグレード含め要求を送りましょう。まさか撃ったとか殺されるとはな。フリーバーグ小学校での爆破予告事件です。体育教師が学校付近に不審なバンが止まっているのに気づいた。中には誰もいなかったけれど、後ろの方から奇妙な機械音がしたんだ。映画に出てくるワンシーンみたいに学校から避難するべきかなとその教師は言った。いやー、しなくていいよ、大丈夫。英意識を失った人々が床の至る所に横たわっている。袋や注射器も散らかっている。中毒者を無細工に選んで人工呼吸を施す。建物を封鎖し中毒者を全員外へ出す。救急車を呼び、意識のある中毒者に処置を施す。まあ普通は救急車を呼ぶだよね。何、完全に裸体のやつがいるな。銃を持った裸の男がバスルームから飛び出してきた。天井には穴が開いている。いや、銃持ってしかももうぶっ放してますよね、この絵だと。男を撃つか、床に伏せ麻薬中毒者に紛れて身を隠すか、犯人の銃弾がなくなるまでソファーの後ろに身を隠して待機するか。まあ、ここはもうそこ撃ちましょう。で、ヘロインはマフィアに売却。今度は
フリバグ動物園ですね、動物保護を歌うライフアフターミートという団体の活動家4人が動物園に入場しポルトカッターを使用してゲージの錠を取り外した。獰猛な動物が数匹逃げ出し来園者たちに襲いかかっている。まあ、これはダメでしょ、どう考えても。彼らも何、周りが見えない、二人で行けって言ってるんだぞ、一人じゃなくて。ウリーバーグ小学校の爆破予告がね、ガセネタであることを祈るしかないな。動物園の方ですね。状況は思ったより深刻。じゃあアンダーウッドにケネディ、この二人を送りましょう。爆破予告の方は問題ないですね。でムスリム居住区、ハラル食料品店から通報。アメリカ大統領のマックスを身につけ武装した二人の強盗がレジの現金を奪い去った。今だとトランプさんですかね。さあ、器物破損ですね。数人が映画館へのガラスの入り口を叩き割り、外のポスターを破った。彼ら、近代映画は若者を腐敗させると叫びながら火炎瓶を取り出した。火炎瓶投げたらアウトだな。うわ、出た出た。3人で行けないとダメか。ちょっと待ちますか、帰ってくるの。19秒あれば誰かは戻ってくるでしょう。じゃあここはスペイン、沼田、アンダーウト、ケネディにしましょう。スペインの代わりでも。さあ今度はカラーホテルですね。ボイド所長、私のかつてのライバルであるジム・ゲイツが町に戻ってきました。ここ数年自社工場を作るために中国にいたんです。やつが安いガラクタを大量に輸入すればフリーバーグで真面目にやってきたビジネスを潰してしまうでしょう。やつは現在トゥルーカラーホテルに宿泊していて郊外に家を購入するつもりでいます。そこであなたにお願いしたい。あいつに警察の恐ろしさを見せつけてやってくれませんか。なるほど。じゃあここはアティスカに行っておくか。武装強盗の方が片付きましたね。で家庭内騒動、アダム氏によると間もなく巨大な隕石が地球に衝突するという。外が急に暗くなっただろう。隕石が太陽を遮っているんだ。私の家に屋根にも隕石が落下してきていてキッチンの窓が割れてしまったのだ。家族を安全な場所に避難させなければ。これは映画の見過ぎだな。アルマゲドンの見過ぎだ。ライトピクチャーシネマの方はフーリガンが火炎瓶に火をつけようとしたがライターが使える。消火器を配備する。火炎瓶をつかみ取る。自分のジッポライターを渡す。まあここは普通に考えたら火炎瓶をつかみ取りましょう。で今度は武装強盗事件ですね。ジョコブスキー氏は自分の銀行口座から大金を引き出した。そして車に乗り込もうとした際背後から銃を持った男が近づいた。振り向かずに金を渡せと言われたんだ。男が走り去った後に振り返るとフードをかぶった背の高い人物が人を避けながら路地を歩いていくのが見えた。いくら入ってたんでしょうね。6000ドル60万円ですね。でかいね。で隕石に関しては氷との間違い、想定通りですね。ではチャイナタウンの方に行きましょう。キッチンがヘロインを切り分ける場所として使用されている。私の友人なるやつが混ぜたヘロインを過剰摂取してしまったんだ。あいつらの責任を取らせたいとチャイナタウンにあるレストランの元シェフは言った。これはちょっと最近
麻薬事件多いんで、スワットチームに出して盤石の体制で臨みますか。もうただ警官が結構きつい稼働になってるんで、事件はもうお腹いっぱいですね。いやー、増援遅れないよ。なんとか3人で解決してほしいけど、やってくれたね。金をさらに売却するって意味がちょっと分かんない。さあ続いて集団ボードです。地元のサポーターたちはライバルである来訪チームをやじるため、食料品店から全てのバナナを買い占めた。ライバルチームのメンバーのほとんどが黒人なのだ。サポーターたちが秩序を守らないなら試合を中止させるよう審判は要求された。しかし彼らは落ち着く様子を見せず、人種差別的な歌まで歌ったため、両チームのサポーターが激高している。状況は悪化するだろう。あー、これ黒人は出せない方がいいな。ちょっともうちょっと様子見にしましょう。もう一個は騒音の苦情ですね。年配の未亡人が夫の墓地を訪ねていると、恐ろしい音を耳にした。息苦しくうごめいているようなざわついた音だった。まるで何者かが地上に這い上がってくるような音だ。なんかちょっと怖いですね。レストランは混雑していて、ウェイターたちが忙しく動き回っている。特に不審なところはない。チャイナタウンのヘロインの方の話ですね。レストランへの入り口を塞ぎ、客を全員建物から出るまで待機。正面の入り口から突入、裏口から中に入る。まあ裏口から入りましょう。ウェイターが一人の警察に気がつくと、奇妙な言語で何かを叫んだ。食事中の客たちが飛び上がってドアへ殺到。ウェイターを逮捕するか、客たちを拘束して取り調べるか、キッチンへ急ぐか。まあ客たちを拘束して取り調べましょう。何？銃撃戦になってる。キッチンでマシンガンを持ったこわもての男たちが警官に向かって発砲。閃光弾を投げるか、地面に伏せて犯人たちの足元を打つか、キッチンの隅に後退して反撃に出るか。もう閃光弾を投げなりましょう。逃げられたか。さらに市民に死亡者が出てる。ここに来て事件がちょっと多くなってきてるな。じゃあこれはサポーターに関しては白人を全員送りましょう。立ててさえ事件が混沌としているので、男2人。なにー。じゃあ護送車も出して、これで対応だな。で、墓地の方の話だな。これガセネタの可能性があるんで、ちょっと後回しにして、迷惑行為デザイア行為。公園でモーターマンという若い音楽グループが反政府のコンサートを行ったところ、あっという間に多数のファンを引きつけて公園を占拠。もうこれ自体が悪いことだとは思わないけどな。でゲイクラブのですね、音楽が大音量で流れていて耳障りだとアーヤンカズミから苦情。彼はナイトクラブの隣に越してきたことを後悔している。もう変人たちにはうんざりだ。ゲイクラブじゃなかったら大歓迎。さあ葬儀場は誤報で片付いた。デザイア公演の方ですね。ミュージシャンの元へ書き分けて進み、音を止めるか、警棒を取り出しファンを退散させるか、シャツのボタンを外してダンスに加わるか。まあ、ここは音を一旦止めさせましょう。こんな騒ぎになってるなら。でサッカースタジアムの方は増援が遅れないですね。残念。まあ、護送車出してるんで、まあ、なんとかなったって感じですかね。騒音苦情の方も対応しました。一応こっちにも刑事事件はあるんですが、まあ、前回刑事事件やったばっかりなので、一旦ここはスルーして先に進んじゃいましょう。中身は確認しないと進めさせてくれないよね。新しい写真は見つかっていない。こっちも新しい写真はない。
いやー、難しいねー。はい、というわけで90日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は91日目プレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。